昔はレスラーに殴られたいお客さんも結構いたと思うんですね。普通にみんな殴ってましたね。殴ってたし蹴ってたし。セコンド業務なんですけども、基本は練習生の仕事です。練習が終わったらもうすぐにリングですね。リングの周りに行って、それでこう待ちながらですね、ずっといるんですけども、ある日ですね、ライガーさん、自分も試合終わってセコンドつきました。でライガーさんも試合終わってセコンドに来ました。それで例によって、メインの選手がですね、こうメインの前ぐらいですかね、休憩明けぐらいだったと思うんですけども、紙テープコールされて紙テープが投げられました。バーッとですね。で自分はライガーさんのいつもそのライガーさんがいる場合は近くにいましたので、ちょうどたまたまですね、ライガーさんのですね後ろ真後ろにいたと思うんですよ。その時にライガーさんが紙テープをですねこうバッとこう引っ張ってガッとこう、バッとこう引っ張るんですけども、でライガーさんっていうのは実は左利きなんですね。多分みんな分かると思うんですけど、左利きで、その紙テープをですね処理する時も左でこうやるんです。ライガーさんちょうどですね自分がその斜め左にいたので、ライガーさんがその紙テープを引っ張ってバッとその後ろにその拳をですね握ってカッいった瞬間に自分の金玉にですねパーンと当たって、後にも先にもこんなに痛いその急所打ちですね食らったことないっていうぐらい、お腹が痛くなってですね、ずっと試合開始ちょっとしてからもずっとこううつくまっていまして、ライガーさんは全くそれ気づいてなくてですね、お大丈夫かぐらいの感じで、どうしたんだ、いやライガーさんの手が金玉当たりました、笑われましたね。そんな話もあります。本当に紙テープで痛い思いした話なんですけど、よく地方大会のですね最前列ですね、極道屋さんが、こう座ってた、のがよくあるんですけども、やっぱりその辺はですねちょっとこう揉め事になると困るので、あんまりその当たらないようにと、新日本プロレスの場合、昔の場合は鉄柵がありましたので、そこにはあんまりその当たらないようにとこう注意をしようと、いうことだったんですけども、それは日本人選手は分かるんですけど、外国人選手ですね、全くそういうのはその人たちが極道屋さんだっていうことが、全く分かりませんので、躊躇なくポン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 当たってですね、ある時ですね、北海道だったと思うんですけども、普通にバッドニュースアレンさんがなんか普通にこう当たっていって、それでこうやっぱり極道屋さんもやっぱりその引けませんので、そこでこうなんかバッドニュースアレンさんとこうやり合いそうになったんですね。その時に当時その練習生だったんですけども、ブライアン・アダムス選手ですね、もう亡くなってしまったんですけども、新日本プロレスの練習生、彼もその外国人選手で、ブライアン・アダムスさんがその極道屋さんのですね、首をこう掴んでこうやって持ち上げてですね、片手でこうやって、よくあれ持ち上がったなと思うんですけども、人間がですね片手で、よく映画とかではこうあると思うんですけども、片手で首を掴まれてこんなされてですね、それでこうなんか言われてましたね、極道屋さんが。だけど極道屋さんもかなり頑張ってですね、首をつかまれてるんですけども、こんなして暴れて、ほんでこう一応ですけどもこう収まったんですけどね、収まったんですけど、やっぱりその警察が確か来たと思うんですね、警察がいて、それでこう収まったと思うんですけどね、なんですけども、その後にですね、ホテルに、後でホテルに行くとか、そんなようなことをですね言うんですよ。でもブライアン・アダムスさん外国人なんで、ほとんどそれがわからないですね、意味が分かってません。で横にいた自分だけその日本語で聞こえてるんで、怖くてですね、嫌だなと思って、もう本当にその後たまたまそのブライアン・アダムスさんと自分と同じ部屋だったんで、
ここに来られたら嫌だなと思いながらこう一晩過ごした記憶もあります。そんなこともありました。極道屋さんの お話だとやっぱりその前にライガーさんの会でも言ったんですけど、東北で、ライガーさんと東北の極道屋さんの親分とのですね喧嘩もありましたね。これもまあ当たったとか当たらないとかでこうちょっとこう揉み合いになったんですけども、で、まあ、これも警察の人たちが入って、まあ、大事には至らなかったんですけども、若い人たちがですね後ろでこうやってナイフなのかピストルなのかこうやってこう 胸元に手を入れてですね、何かあった時のためにこう準備をしていたのがちょっと本当に恐ろしくて本当にヒヤヒヤしました。あとはですね、とにかく昔はヤジ、試合に対する選手に対するヤジを飛ばしたお客さんはつまみ出せと、変なヤジがこう飛ばされるとですね、まず田中リングアナケロさんがつまみ出せって言うんですよ。なんとかかんとかとか言ってつまみ出せ、あいつつまみ出せって言うと若手がパーッと走っていってグッと掴んでいくんですけども、これもライガーさんはすごかったですね。もう本当にもうグッてめえ怖い、そのまま引きずって、力も強いですから人間が人間に引きずられて、そのままエレベーターまでですね引きずられて、でエレベーターにポーンと押されて二度と来んなお客さんに対してですね二度と来んなと言って、それでエレベーターに入れて返していくと、そんなそのぐらいですね昔の新日本プロレス、怖かったです。ヤジなんか飛ばせません。まあ新日本プロレスのセコンドの思い出なんですけど、やっぱり新日本プロレス3回ですね、自分がいた時代3回暴動が起きました。一番最初が蔵前国技館ですね、ハルク・ホーガン対アントニオ猪木さんの試合で長州さんがその乱入をしてですね、試合を壊してしまった試合、その時が初めての暴動 で次が、大阪城ホールですね、猪木さんとマサ斎藤さん、これ海賊男が乱入をして、でこれも試合を壊してしまった。そして3回目の、暴動が両国国技館ですね、これは武志プロレス軍団がですね乱入をして、で当初決まっていた試合をですね壊して、まあ、変更してですね1試合か2試合余分に増えたと思うんですけども、まあ、それでもお客さんが見たかった試合を壊してしまったということで、この両国は一番ひどかったですね。まあ、この日はちょうど自分はビートたけしさんの警護を任されてまして、それでたけしさんを駐車場から、そのまま控室ですね、控室からリングの上、そしてリングの上から駐車場までを任されていました。とにかく大事に至らないように絶対にその守れということですね、守りました。ビートたけしさん全く何が起きているか全くですね掴めてなかったですね。最後に駐車場帰って車に乗る前にですね、なんかすごいことになってるなと言ってこう帰ってきました。まあ暴動なんですけど、暴動になった時ですね、まあ、セコンドはやっぱり一番その大変だなと思ったのは、やっぱりそのお客さん怒ってますので、選手その、まあ、試合の例えば長州さんが乱入して、それでこう壊れた試合なんですけども、結局長州さんがもういなくなってしまった後ですね、もう長州さんに怒りはあるんですけども、長州さんにその訴えられないということで、そのセコンドにですね、まあ、セコンドも新日本の選手なので、まあ、セコンドにその八つ当たりじゃないですけども、自分もその時ですねまだ入ったばっかりだったんですけども、花道をこう通ってたら、そのまま上からですね長州さん、まあ、長州さんがいなくなってから花道通ったら上からパーッと頭叩かれて、それでそのまんま、やっぱりそのまだちょっと素人でしたから、入ったばっかりなのでちょっとムカッときてですね、叩きに行こうと思ってこう登ったんです。そしたら後ろから大きな手がガーッと引っ張られてですね、
坂口さんだったんですけども、凶暴な外国人選手の誘導、凶暴な、ヒールレスラーなんですけど、入場の時なんかもですね、結構大変だった記憶があります。結構昔はレスラーに殴られたいお客さんも結構いたと思うんですね。なのでもう本当にこうちょっかいを出して結構ですね強く、殴られたお客さんもいたと思います。外国人選手ですね、それでもなんかなんていうんですかね、それが当たり前というか、今だったら考えられないんですけども、お客さんを殴るというですね、今では考えられないことなんですが、普通にみんな殴ってましたね。殴ってたし蹴ってたし、場外乱闘の時もですね、普通は怖くて逃げるはずなんですけど、あえてなんかその近くに寄ってですね、なんかそのちょっかいを出したりとかいう人もいました。一回ですね、すごく記憶に残ってるんですけども、酔っ払ったお客さんがですね、スティーブ・ウィリアムスさん、が場外乱闘している時に、なんかその入っていっちゃってですね、それでどうしようと思ってたら、高田さんがですね、試合を終えて多分見てたと思う高田さんが、ちょうど UWF 帰ってきた頃ですね、試合多分見てたと思う高田さんがパーッと走ってきて、その酔っ払ったお客さんをですね、こう守ってですね、こう外に出して、何やってんだよってこう自分ちょっとその入れなかったんで、怒られてですね、何やってんだよ、殺されるぞあいつ殺されるぞ。でもさすがにスティーブ・ウィリアムさんがお客さんを殺すとは思わなかったんで、それでも殺されることってあるのかなとか思いながらですね、高田さんがそのパッと入ってきて、その酔っ払ったお客さんをこう出したのがすごく記憶に残ってます。